こんにちは。豊かな緑の地、緑茶の首都とも言われているボソンのマスコット、ウェドリです。私はタヒャンイです。ボンハさんは一名ジョンフンさんと呼ばれましたが、ボソン村の東南側に位置していて、昔は軍事的に重要な要衝の地でした。高麗時代、昆明王の時に設置されたこの砲火台は、海抜500メートルに横5メートルの真四角の築造物だけが残っていたのを復元したものです。高麗時代の末頃、日本軍の侵入が頻繁になると、それを迅速に知らせる信号手段が必要になりました。ポンファさんに砲火台を設置して、敵の侵入時に即刻知らせるようにするのだ。砲火台は海岸から侵入してくる日本軍の状況を、夜は萩や松ヤニがたくさん凝り固まって松の枝などを燃やした松明信号で、昼間は狼の糞や馬糞などを燃やした煙信号で伝えた軍事通信手段でした。日本軍が侵入してきた、急いで火をつけて知らせろ。その信号を見た地域の住民たちは、日本軍の侵入を事前に知ることができ、リレー式に行って朝廷まで伝わるようにしました。あ、砲火台から煙が立っている。敵たちがまた攻めてきたようだ。急いで家に戻ろう。砲火台から約50メートルほど下に下っていくと、木場泉がありますが、その泉は干ばつでも枯れることなく、真夏にも手がしびれるほど冷たいのです。ボソン軍民は砲火台があるボンファ山で毎年初日の出を迎え、普段は登山や遠足、散策などを楽しんでいます。またボンファ山頂上には、新千年を迎えてボソン軍が光明に満ちた地であることを知らせるとともに、新しい希望を持とうという意味で2000年に建てた記念碑があります。火と煙を使って緊急事態を知らせた砲火台は、現在チョンラーナンドに約43箇所が残っており、ボンハ山の砲火台もその中の一つであります。砲火台からチアム山までの登山路も人気のある場所で、大勢の登山客が訪れています。